皆さんこんにちは。皮膚科医の小林智子です。今回は夏のダメージ肌におすすめの成分3つというテーマでお話ししたいなと思います。夏も終わりになってくると、なんとなくシミが目立ってきたなとか、あるいは肌がごわついてるなというふうに感じる方も多いのではないかなと思います。今回はそんなダメージ肌におすすめのスキンケア成分を3つですね、厳選してご紹介したいなと思います。ではですね、早速まず1つ目なんですけれども、1つ目はトラネキサム酸です。トラネキサム酸という言葉を聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、トラネキサム酸は実は様々な効果がある、そんな成分となります。有名なのは美白作用と、それから抗炎症作用です。まず美白作用なんですけれども、美白作用を有する、いわゆる美白成分と呼ばれるようなものには様々なものがあります。そのうちですね、厚労省から承認を受けたいわゆる医薬部外品の有効成分というものがいくつかあるんですけれども、トラネキサム酸はその一つとなります。ただですね、トラネキサム酸はその美白作用が少し他の成分と異なります。トラネキサム酸というのは抗プラスミン活性というのを持っています。で、これはどういうことかというと、シミができる時というのは紫外線ダメージをきっかけにメラノサイトと呼ばれるメラニンを作る細胞が直接刺激を受けて、それでメラニンを作ってしまうというメカニズムが一つあるんですけれども、それ以外にも最近ではメラノサイトの周りのさまざまな炎症をもたらすシグナルが活性化されることによって、メラノサイトが活性化され、それによってメラニンが作り出されるというようなメカニズムも報告されています。例えばハイドロキノンなどに代表されるような成分はメラニンの生成を直接阻害するような成分なんですけれども、トラネキサム酸は先ほど説明した後者の方ですね、炎症を作るシグナルを抑制することによってメラニンの生成を抑制します。で、トラネキサム酸というと肝斑のイメージをお持ちの方も多いのではないかなと思います。肝斑というのはただメラニンが増加しているだけではなく、メラノサイトが非常に不安定で様々な刺激によってすぐに活性化されてしまう状態のことを言います。ここでピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、肝斑を改善するためにはメラノサイトの周りのシグナルを抑制するということが非常に重要となります。そこで有効になってくるのがトラネキサム酸というわけです。これが肝斑にトラネキサム酸が有効である一つのメカニズムと言えます。で、このように肝斑に対してトラネキサム酸は非常におすすめの成分なんですけれども、その効果がより高いと言われているのは飲み薬、すなわち内服薬です。ただですね、これまでの報告でも外用のトラネキサム酸も肝斑の改善に有効であるというようなことが分かっていますので、ぜひですね、内服でも外用でもトラネキサム酸を取り入れていただくことをおすすめします。で、この時ですね、いずれの場合においてもトラネキサム酸単体よりもトラネキサム酸とそれからビタミン C および E を併用した方がその効果をより高いというようなことも分かっていますので、ぜひですね、トラネキサム酸だけでなくビタミン C、E も一緒に取り入れていただくことをおすすめします。で、概要においては例えばこちらオバジ C10 セラムと呼ばれるアスコルビン酸が 10% 配合された美容液があります。こちらはアスコルビン酸だけでなくトコフェノールといういわゆるビタミン E も一緒に配合されていますので、トラネキサム酸とこちらの1本でその併用が可能となります。トラネキサム酸は肝斑以外にも紫外線ダメージによる日焼け、すなわちサンタンにも効果があるということが分かっています。で、よくですね、日焼けした後にビタミン C 美容液を塗っている方多いのではないかなと思うんですけれども、ある報告ではビタミン C よりもトラネキサム酸の方がその日焼けした肌を改善する効果が高いというような報告もあります。で、さらにですね、先ほど申し上げたようにトラネキサム酸には抗炎症作用があります。
なのでですね、日焼けした直後からすでに日焼けしてしまった状態まで幅広くその効果が期待できる、そんな成分となります。あとはですね、肌荒れの時にもトラネキサム酸は有効です。先ほどトラネキサム酸には抗プラスミン活性があるという話をしたんですけれども、もともとプラスミンというのはプラスミノーゲンと呼ばれるようなものがウロキナーゼと呼ばれる酵素によって活性化されて、それによってプラスミンに変化します。で、肌荒れした肌というのはこのプラスミンが増加しているというようなことが知られていて、抗プラスミン活性を持つトラネキサム酸というのは肌荒れの改善に一役買います。なのでですね、季節の変わり目のなんとなく肌が不調だなというような時にはトラネキサム酸が一つ有効です。最近ではですね、トラネキサム酸が配合されている医薬部外品はプチプラからいわゆるデパコスのようなものまで幅広く見かけます。個人的に私が気に入っているのはこちらですね、ナビジョン DR の TA ホワイトプロテクト UV って呼ばれる日焼け止めなんですけれども、日焼け止めにトラネキサム酸が入っていると日焼け止めダメージをより軽減してくれる作用が期待できますので、一つおすすめです。で、ナビジョンにはですね、他にも化粧水や乳液などトラネキサム酸が配合されているシリーズがあって、そちらも非常に使いやすく個人的に気に入っています。次に2番目におすすめの成分なんですけれども、これは麹酸です。で、麹酸はですね、日本発祥の成分となるんですけれども、いわゆる美白成分として有名なのではないかなと思います。実際に先ほどお話しした厚労省が承認した有効成分の一つにもなっています。実際にどのような作用が麹酸にはあるかというと、麹酸はチロシナーゼと呼ばれるメラニンを作る過程で働く酵素の活性を阻害することによってメラニンの酸性を抑制します。他にも麹酸と同じようにチロシナーゼ活性阻害を持つ美白成分というのはいくつかあって、例えばハイドロキノンやアゼライン酸、システアミンというような成分があります。で、なぜですね、私がここで麹酸をおすすめするかというと、麹酸はドラッグストアでも簡単に手に入ることができる有効成分だからです。ハイドロキノンやアゼライン酸、システアミンというのは、それぞれ有効な濃度があるわけなんですけれども、この有効成分が配合されている化粧品に関しては基本的にクリニック1000倍のものとなります。ハイドロキノンはプラスリストアなどいくつかの会社から出ていますし、アゼライン酸に関しては DRX の AZA クリアが 20% 配合されている化粧品となります。あとはシステアミンに関してはシスペラと呼ばれるクリニック1000倍の美白化粧品があります。で、これに対して麹酸はこちら厚生のメラノショットが非常に有名なんですけれども、こちらはドラッグストアで手に入れることができる化粧品となります。で、実際に麹酸には美白効果はきちんとあるのかというような質問に関してはもちろんあります。で、これまでの報告で麹酸が肝斑などのいわゆる色素異常症に関する改善効果に関してたくさん論文が出ています。大体ですね、論文を見るとその有効な成分としては 2% 前後であることが多いです。で、ある報告ではこの 2% の麹酸が 2% のハイドロキノンと同等の効果だったというようなものもあります。で、ハイドロキノンというのは美白成分の中でも最もパワフルな成分と言われているんですけれども、取り扱いには少々注意が必要で、長期期間ダラダラと塗ることは推奨できません。なので基本的には医師の指導のもと適切に使用することが推奨される、そんな成分になるんですけれども、一方で麹酸に関してはハイドロキノンよりも安全性が高く、いわゆるハイドロキノンフリーの美白成分として今注目を集めています。ただですね、日本に関しては先ほどご紹介したメラノショットを作っている厚生さんが麹酸に関して様々なところで特許を取得していて、他の会社が麹酸が配合された化粧品がなかなか販売できないような状況にあります。
で、それに加えて麹酸というのは非常に不安定な成分です。で、安定性が悪いと刺激性など様々な副作用をもたらす可能性がありますので、以前よりより安定化したいわゆる麹酸誘導体を作れないかどうか様々な研究がなされていました。で、麹酸誘導体というのは麹酸よりもより安定性が高く効率的にチオシナーゼ活性を阻害してその美白効果をもたらす可能性があるというふうに言われています。で、個人的に最近注目しているのがこちらカリグラムの麹ブライトという麹酸が配合されたクリームです。こちらはですね、麹酸誘導体が比較的高濃度配合されたクリームとなっています。で、テクスチャーに関してはちょっと固めのですねクリームになっているので、スポット的に使うのもありなんじゃないかなと思います。私はですね、最近こちらのクリームをスキンケアの最後に使うことが多いです。で、麹酸のもう一つのおすすめポイントとしては抗酸化作用や抗糖化作用を併せ持つ成分ということです。なのでですね、美白成分の中でもそのポテンシャルは非常に高い成分なのではないかなと思います。最後に3つ目です。3つ目はピーリング成分です。で、ピーリング成分と一言で言っても実際は様々な種類の成分があります。ただですね、いずれの成分も角層を剥がし取ってターンオーバーを促進するという働きを持っています。で、なぜ夏のダメージ肌にピーリング成分が重要になってくるかというと、紫外線ダメージを受けた肌というのはターンオーバーが乱れることによって毛穴の詰まりだったり、あとはざらつき、くすみというような症状をもたらしてしまうためです。あとはですね、角質ケアをうまくしていないとごわついた肌にいくら高級な美容液だったり有効な成分を浸透させようとしてもなかなか浸透することが難しくなってしまう可能性があります。なのでですね、夏のダメージ肌にはうまくピーリング成分を取り入れていただくことをおすすめします。で、具体的にどのような成分があるかというと、まず一つはグリコール酸や乳酸というようなアルファヒドロキシ酸です。で、アルファヒドロキシ酸はこれまでの報告でも美白効果が高い成分というふうに言われています。私はですね、こちらドランクエレファントの TLC フランブースグリコリックナイトセラムというグリコール酸が配合された美容液をたまに使っています。あとはですね、最近注目されているのがポリヒドロキシ酸と呼ばれるピーリング成分です。最近ポリヒドロキシ酸が注目されている理由はアルファヒドロキシ酸と比べてより肌に優しく角質ケアができる成分という点にあるかと思います。で、こちらに関してはまた改めて動画で詳しく解説する予定です。具体的な商品としては、例えばこちらポーラーズチョイスの BHA AHA PHA ピーリングという製品があります。で、こちらはですね、様々なピーリング成分が配合されているアイテムになるんですけれども、具体的には乳酸やラクトビオン酸、それからサリチル酸が配合されているものとなります。非常にですね、さっぱりしていて使いやすいので個人的におすすめの製品の一つです。で、同じくポーラスチョイスにはこちらのサリチル酸が配合されているタイプのベストセラー商品があります。で、サリチル酸というのはベータヒドロキシ酸の一つなんですけれども、脂溶性のピーリング成分でより皮脂腺に親和性が高いピーリング成分となります。なので夏のダメージ肌の中でも毛穴の詰まりやニキビなどでお悩みの方にはサリチル酸が一つおすすめです。同じくサリチル酸が配合されているアイテムとしてはこちらラロッシュポゼのエファクラピールケアセラムというサリチル酸が配合された美容液もあります。で、両方ですね、サリチル酸に加えてナイアシアミドも配合されています。ナイアシアミドはビタミン B3 のことなんですけれども、皮脂の分泌を抑制したり、あとはバリア機能の改善による保湿効果があるような成分となりますので、ニキビや毛穴でお悩みの方におすすめの成分の一つです。
なのでこのようにサリチル酸とナイアシアミノが一緒に配合されている化粧品はより使いやすいのではないかなと思います。ということで今回は夏のダメージ肌におすすめの成分3つというテーマでお話しさせていただきました。でもちろんですね、おすすめの成分として例えばビタミン C やレチノールなど他にもあるんですけれども、特にですね今回は夏のダメージ肌におすすめの成分ということで以上の3つの成分をご紹介させていただきました。でいずれの成分もですね比較的手に入りやすい成分ではないかなと思いますので、ぜひご自分のスキンケアにうまく取り入れていただくことをおすすめします。ということで今回の動画は以上です。それでは。